はい、では昼顔の花を作ってみたいと思います。樹脂粘土に薄いクレムソン、本当に気持ち入れた粘土で、ちょっと色が分かりづらいですが、これをよく練ったら 1.5 センチ玉か2センチ玉を取ります。今回このスケール使っています。ここのところが 1.5 です。こう差し込んでちょっとやれば、これで 1.5 玉取れます。あとはちゃんとラップに包んで置いておきます。これを取って丸めて、涙型にします。長さは4センチから5センチ。ちょっと明かりを消してみると、そしてこの波形の太い方、ここから細工棒を刺してぐる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 下の方まで持っていって開いていきます。ちょっと縁がボロボロになって汚くなっても大丈夫です。ハサミって切るという手もありますので心配しないで。粘土がちょっと古いと、ここのこの縁のところがボロボロとなりやすいです。これもちょっと古いのでなりますが、野に咲く花なのでそう気にすることもないと思います。もう少し大きく広げます。細工棒で右から左にコロコロ順番に薄く広げます。もう少し広げたいですね。そして細工棒で筋を真ん中から入れてギュッと押して5箇所ぐらいつけます。さが昼側の見るとよくそうなっておりますね。でこんな感じでつけます。たら家臣、作ってた家臣、これを刺していきます。と家臣の元にボンドをつけます。つけないと抜けちゃいますから。そして今作った上から差し込みます。真ん中に入ってないですね。真ん中に入れて、で家臣のこの元のとこまで入れたら、ちょっと下をつまんで形を整えてギュッと閉じます。そして繰り返るような感じなの、手びねりみたいな感じで広げます。そしてハサミ、ハサミがない、ちょっと今ハサミが見当たらないので、こんなハサミを使って、こういうちょっとボロボロになったところを切ります。これ粘土用のハサミじゃなくて
眉毛カット用です。綺麗に切れますね。文房具のハサミは厚いのでこういうことはできません。こんな感じにして、そしてスタイロフォームに刺したら乾かします。そして乾いたらここのところに額をつけます。今日 見づらいですが、涙型を太い方から細工棒で刺してぐるぐる回して、ラッパ型に開いたら花芯を刺すという作業になります。以上です。